どうも、くまたです。今回はここ最近起こった声優に関するニュースをいくつかピックアップしました。それではどうぞ。アイドルマスターシャイニーカラーズで白瀬咲也を演じる声優山木杏奈さんのツイッターの裏垢が発覚し、月岡小金を演じる声優磯部佳林さんについて愚痴というか悪口など言ってた問題、山木杏奈さんも謝罪文を出してるんですけど、これガチでどうなっちゃうんだろうと不安だったんですよね。そんな時に8月30日磯部佳林さんが生配信でこの事件について触れ、気持ちを表明しました。山木さんの裏垢発覚後、2人は電話でよく話し合ったとか、2人の関係は当時より大きく進展していて、今では仲良しであることなども涙ながら話してました。かなり勇気のいる配信だったと思います。そして突然歌い出します。歌でファンに感謝を伝えようとアドの新時代を熱唱しました。言いたいことは一つだけ、かっこよすぎんだろ、あと歌うますぎ。今後のご活躍をますます期待してます。2022年8月31日声優矢野翔吾さんが一般女性の方と結婚したという発表がツイッターでありました。矢野翔吾さんといえばアニメアイドルマスターサイド M の岡村直役などで有名な方です。ツイッターでは小野賢章さんや島崎信長さんをはじめ多くの方からお祝いリプが届いてます。いや喜ばしい、おめでとう。ここ最近は声優さんの出産報告などめでたいニュースが続いてます。今後もどなたが幸せな報告をしてくれるのか、声優ファンとしてはニヤニヤが止まりません。アニメワンピースの新作映画ワンピースフィルムレッドなんですが、公開から26日間で興収120億円突破ということで大ヒットみたいですね。9月1日には都内で舞台挨拶が行われ、ルフィ役の田中真由美さんも登場。こんなエピソードも。田中さんが自ら映画館まで足を運んだところ、満員で嬉しかったものの、まさかの誰にも気づかれなかったそうで、ちょっぴり悲しかったとか。まあさすがにルフィの中の人がそこにいるなんて誰も思わないっすよ。バレたらバレたで大騒ぎです。それでも一回呼び止められたそうです。サインかなと思って振り向くと道を聞かれただけだったとか、まあ、次からは麦わら帽子をかぶって劇場まで足を運ぶと気づかれるかもしれません。アニメルパン三世峰不二子でおなじみの声優沢城みゆきさんが新型コロナウイルスに感染したっていうニュースが8月31日に事務所からありました。7月末には声優のディーンさんが感染してまして、番組出演中に途中退出したのは記憶に新しいです。沢城さん現在の容態は安定していて自宅療養中とのこと、早く回復してまた元気なお声を聞かせていただきたいものです。アニメ鈴宮春日の憂鬱、鈴宮春日役などで有名な声優の平野綾さんが9月1日事務所グリークから独立したことで話題になりました。専属契約が円満に終了したとのことです。事務所グリックには2011年から所属していて、この頃からは舞台中心の活動に移行してました。2011年には舞台嵐ヶ丘でヒロインのキャサリン役を演じ、その後の活動も目覚ましく、レ・ミゼラブルのエポニーヌ役、レディベスのレディベス役など主演やヒロインそれに準ずる大役を演じてます。2019年にはミュージカルブロードウェイと縦断のオリーブ役で新星賞を受賞。これからは新たな環境でも一つ一つの仕事に真摯に取り組み、日々感謝をしながら私にしかできない表現を追求していきたいと思ってますとのことです。声優の原田ひとみさんが一般男性との決闘を発表しました。何を言ってるのかわからねえと思うんですけど、俺も何を言ってるのかわからないんで大丈夫です、ということで原田ひとみさんが9月2日3時頃ツイッターで、この度私原田ひとみは一般男性の方と決闘することとなりましたと報告してます。男性とはバトルロイヤル FPS エイペックスレジェンズのゲーム内で出会ったそうです。何人倒せるのか競うとのこと。いやめでたい。その後こんなツイートもしてます。深夜2時半につぶやいたネタが微妙に伸びたので宣伝していいってバッチが言ってた。彼氏もいないので結婚以前にユリしか勝たん。アレナさんがシナリオを書いたバイノーラルユリドラマ聞いてください。ちゃっかり宣伝もしてます、まあ、とはいえね、もしかすると決闘の末愛情が芽生え本当に結婚なんてこともあるかもしれませんね。以上声優ニュースでした。